ジューミニッツは2019年のアメリカ合衆国のクライムアクションスリラー映画。監督はブライアン・エイ・ミラー。出演はマイケル・チクリス、ブルース・ウィリスなど。何者かに殴られて気を失っていた10分の間に相棒である弟を殺された銀行強盗一味の男が弟を殺した裏切り者を探して奔走する姿を描いている。 アメリカ合衆国では2019年9月27日にライオンズゲート配給で劇場公開された。日本ではノム、これさんの上映作品の一つとして2019年11月22日に劇場公開された。凄腕の金庫破りのフランクは弟ジョーと共に銀行強盗を企てるが失敗に終わる。逃走の最中、 突如何者かに頭を殴られたフランクは10分間意識を失い、目覚めるとジョーは何者かに殺害されていた。フランクはジョーの恋人クレアと共に弟を殺した犯人を探すが、強盗裏で手引きしていたレックスは事態の収束を図り、フランクに資格を送り込む。フランクはレックスと警察双方に追われながら、 弟を死に追いやった裏切り者を見つけ出すため、奔走する。カッコ内は日本語、吹き替えロッテントマトズによれば、7件の評論の内高評価はなく、平均点は10点満点中2、00点となっている。メトクリティックによれば、4件の評論のすべてが低評価で、平均点は100点満点中13点となっている。ありがとうございます。